確かに。いや俺ザンギフ立ち向かってきますよ。ああ、フォークだったっけ。フォークはまあでもやんですね。いやこれね、いやもうこれはやんでしょ。マジで。いやこれは立ち向かわないと。これユンって言わなかったっけ。ユンより実際やんのが似てるって。お前だったらやんのが似てる。さあ来ました。おマジかよ、これ結構山場っすね。しかも昔からフォーク使ってる人だから、このウルトラ、ね、僕だから名前知ってるってことはどういうことかちょっと、まあ、分かってるわけです。乗り換えてきたようなにわかじゃありません。ちょっと待ってください、真剣にやります。お願いします。俺らも、うん、ちょっとだんまりでいく。どっちがいい。いやいや、トーク繋いでおいて別に。あ、全然ですか。ただ俺はもう全然絡まないから。試合のこと言わない方がいいですか。あ、もうご自分で。あ、ご自分で。さあ、ここさあ、スパイア打って。やばい。あれ、蘇ったヘラクレスと呼ばれるいいフォークですね。ここで、孫さんの慎重な立ち回り。これは近づくそうですね。相手の攻撃は半端ないので、マーボさん相手が来るところをこのガチッと受け止めてですね、自分の目見ないで、この風車の理論でカウンターを決めていきたい。そんな組み合わせです。ここでしかしなかなか近づけない。相手の盤石の守りがなかなか魔法を前に行かせない。ここで魔法の得意技をなかなか出ない。まあ、苦しい。あ、苦しい。まだ触れない。ここで切り返して。細かい攻めを強引に。ブレンバスターで。切り返して、また切り返していく。さあ、ルーファー。次は、ここで切り返されて。バックステガリも。さあ、この体力差。バンジキュースか。しかし、時を通して。ここで、何かのこと。攻めれねえ。もうかぶいていいっすか。どうぞ。かぶいてどうぞ。天下ごめんやるぞ。まさかこれはですね、ヒラムしてから駒投げでもこれはなかなかダメージを奪えませんからね。さあスパイア、スパイア。しかしここで上から、はい、もう一回、間違えた、間違えた。間違えた。来た、と、ここで、おお、あ、オッケー、おお、まね、まね、そこはガードすんな。はいの、トマホークバスター。わあ、ホーク、ホーク。ですよ。だから別キャラ生かしてくれに言うたやん。いやでもザンギで行くって言っちゃったからね。ザンギとは言ってない。ザンギじゃん。で行ってフォークで行かないっていうのはちょっとどうしたものかという。いやこれ。いや大丈夫です大丈夫です。まあとりあえずまだまだとりあえずまあとりあえず Xbox の方はまた1時間後ということで、はい、プレセ3の方に移動しますので、はい、準備時間の方をいただきたいと思います。5分休憩です、はい、それではまた少々お待ちください。開幕綾のチャンス。いきなり綾のチャンスやってくよ、いきなり。もう淡々と始めるよ、淡々と。寝よっかなっつってひどいな。ひどい。やるよ。はい、やります。まあ、さっきはポイズンやったんで、ハカンかなと。ハカン。ハカン。いや、ハカンかなと。これ三というかディスク版買うとですね。はい。いろんなコスチュームが最初から全部解放されてる。これ嬉しいですね。バケーションコスですよね、新しいやつは。新しいやつはバケーションですけど、はいはいはい、アレンジコスチューム2までは、今までのアレコスは入ってる。
ディスクの中に入る、うんうんうん、あー、これで嫌い、ちょっとそのセリフ気になる、僕としては少し気になるんですけど、ここには嫌い、いやでも開幕綾のチャンスですから、ね、開幕綾のチャンスあれ面白かったしっかりしっかりなんかため入ってたしあそこまでしっかりやりきってくれるものだと思わなくて確かに淡々と進むのかなと思ったらそうじゃない確かにそうじゃないなんか今発売してるらしいね。あ、そうなんすよ。なんか順調っちゃ順調な順調するしね。いやでも7杯で止めようとか言っといて、はい、俺が、まあ、フォーク分かってるのにヤンやれとか言って止めた。あ、おいいっすね。結構なんか立ち方知ってる感じそうですやりたいなみたいな足連打でしょ。はいはいはい、これはめっちゃ脅威ですよ。おい、うまいな。ハカも結構やってますね。いきます。多分俺らも誰よりもハカン、はい、馴染んでる。あハーから方向がないんですよね。おう、そうですね。おお、できるよ。油塗りいな。リレースタニングやりましたね見えたね、今見えましたね。あっと、オッケー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 、ほい、はい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 、そういうタクあり。コマンドミスりましたけど。コマ投げしたかったから、ね。コマ投げしたかったけどスライディング。あの見てる人全員わかりました。逆タク。あのこっち側の人は大体わかりました。今のは絶対コマ投げだろうなっていう。ぬるぬるしてる。コマ投げ読みをね。ね。読んだっていう捉え方もできるんです。あれ深いです。ああ。コメント見るとね、覚えてるじゃんみたいな。コメントもね。いやでも白のこと勝ちましたからね。マジですか。実際ね、あの山田さんのポイズンとか、うん、かなり俺前危なかったんで。そうだよね。かなり必死になってアパラコンってたんですよ。だからバックステでかわされたりして、ちょっと待てと思って。そんな簡単じゃないんだけどな、かわすの。とか言ってる間に、もう体力半分以上奪って、油も塗った状態からの、投げフラップ。お、距離取って。油塗るのか塗らないのか攻めてく、ね、お、塗った。始まるぞ。かなりいけそうだ。めっちゃ動いてるな。油塗り方うまいですね。塗り方うまい。ちゃんと弱でね、反撃をもらわないように塗ってますね。おお、そのプレッ、危ない、ね、危ない。あ、早かな。しっかり反応してきた。あっと、ゾンク。おお、いった。やばい。素晴らしい。え、それ出せば勝ちだけどって思ってたけど、本当にすごい、うまっ。あ、光った。完璧。ありがとうございます。綾野チャンス強っ。これ綾野チャンス全然チャンスじゃない。全然チャンスじゃない。ただの味方より勝利ついてる。ウルトニアを決めた時のドヤ顔がすごい。ドヤ顔半端なかった的な感じで、はい、ありがとうございます。まあとはいえですよ、はい、このもう夏のこの季節ですね。夏のこの季節、はい、そろそろなんとかリーグっていうのがあるんじゃなかろうかと。なんか風の噂で聞いたんですけど。はい、なるほど。ブンデスリーガー。ないですかね。なんとかリーグ。なんとかリーグと言ったらね、もう俺一つしか知らないですけど、まあ、ブンデスリーガー以外一つしか知らないので、はい、はいはい、この時期、まあ大体この時期だったのかなっていう気はありますけどね。まあ、皆さんも参加できるような、はい、まあ、予選とか、うんうん、まあ、もちろん、まあ、毎回一応やってるようなのもありますしね。まあ、この季節なんでですね。まあ、もちろんね、っていうのはなんか聞いてきました。なるほど、はい、まあ、家庭用が出たばっかなん で、 そうです、ね、まあ、オンラインでね、オンラインで可能性的なのかな、あるのかな。面白いです。面白そう。いい時期ですね。重なってますね。俺この空気ちょっと確かに、ね、俺といえども結構むずいなって思いながら今手探り。逆になんか俺が言うのがちょっときついみたいな。桃地あたりがね、一番ね。そうですね、うん、シーリンがきついです。シーリンがきついです。で、まあ、そういうね、あの時期的なものも考えつつ、はい、皆さんね、家庭を楽しんで、楽しんでもらえればと、ね、練習したらマッチあるかもしれない、はい、ありますね、はい、あるかもしれませんね、はい、はい、時期的なものがありますから。そうですね、はい、なんちゃらリーグみたいな。なんちゃらリーグね、トパナンチャラリーグ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
またね、また守りに来たんですけど、チャンスじゃないチャンスがまた訪れるかもしれませんのでね、その時に備えてお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それではこれ、必須すごい難しい空気だったけどね、なかなか、はい、一応ね、僕も関与してることなんで、はい、むしろね、君らはもうなんかもう別の感じじゃん。僕らはとりあえずはこんな感じだよね、うん、ああ、やるの？俺もこんな感じだよね、やるの？って感じですかね。さっけんあ、じゃあ、あのまた PS 版に戻ってきました。やっていきましょう。じゃあ、どうします？桃子くんからいきますか、はい、順番にいきますかね。いきますか、はい。まあ、左順にね、うん、もしからやっていこうかなと思ってます。8敗ということなので、はい、8敗ですわ。8敗、ちょっとこれ、いや、俺もう PS3 でもこれ出ちまうんじゃねえかなとちょっと思ってるんですけど。いや、待って、これ9敗目の人嫌ですよね。いやだよ、記録だな、あれ。俺記録だよな。いや、でもあいつここで10敗になる可能性が高いから、うん、ここを出て乗り切って次でしょ、次へ抜けたいっていう目論みがなるほど。あ、ここで抜けるということは、そう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 、次回ってきたらやばい、なんであんな乗り気じゃねえよみたいな顔しといて、じゃあ仕方ねえ俺行くかって言って、はい、そういうことだったの。計算だからな。じゃあブランカ、おお、これはね、地区のブランカとめっちゃ強いもんね。桃地のね、相方の確かになんちゃらブランカって人をかなり鍛えましたね。やっぱ結構教えるんですか。いや、教えますよ。あ、結構教えるんで、うんうんうん、割と自然と知識が、うん、あ、ついてくる系な。どういう風に教えるんですか。ちょっと教えにくいよね、ブランカってね。ちょっと感性の部分がちょっと強いのかなっていう。やっぱ技も揃ってないからね、うん、ある程度その好きなことはしろっていう。ああ、いいっすね、のびのびやれよと。ただその要所要所、うんうんうん、ちゃんとするとこはちゃんとしろよっていう部分は教えて。なるほど、うん、なるほど。まあ、あんまきっちりしすぎると、うん、このキャラがあんま強くない。そうだね、ある程度ね、うん、固くやろうとしてもね、うん、技揃ってないですから。縛りすぎてもね、よくないよね。お、俺このコスチューム好きなんだよな、かっこいいよね、うん、孫悟空からドラゴンボール。孫悟空からなのか分かんない。まあ、なんだっけあの服、なんか名前あったんでしょ。なんだっけな、ね、まあ、少林寺拳法とかでよく着てる服なんだけど、はい、拳法部みたいな。そうだね、憲法部だね。まあ、ちょっとコメントの人に聞いてみてもいいかもしれないですね。これなんていうんですか。大体コメント欄はここら辺はね、詳しいですから。カムセンで、カムセン、それは流派だね、流派だね。はい、え、からの何すか。武道着。あ、武道着ね。武道着、え、武道着でしょ。武道着っていうのコメントもあった。マジっすか、武道着。あっ、おお、天才のやつじゃんこれ。天才、天才だね、一応だし。まあ、カウンターだけど、ね、いや、どのキャラやってもカウンターだから、まあ、別に。カウンターで調整されてますから、ね、新しい新要素使って。確かにカウンターなんかプラ8とかになったんですか。いや、元々カウンター取っても、はい、プラ5だったんで。ああ、なるほど。そこがプラス8で、ちゃんとプラス3フレームされた。ヒットでもカウンターでも変わんなかったんだ。そうなんです。ノーマルでも簡単でも変わんなかったんだ。のけぞりが変わんなかった。それはちょっとかわいそうだね。だけどそれがね、うん、この新しい場所に変わったんだ。あれ天才、あー天才、今確定ちゃう、確定したっぽいね。張り付いたらもうダメな感じなんだ。あ、へえ。今のはじゃあもちろん張り付いたの見て。いや、もちろん。嘘つけ、天才だね。いや、とりあえず動いたの見てから。とりあえず当たれみたいな。あー、飛んだなみたいな。そうです、そうです。すごいところはもう全面的に認めてくるからね。そういう、それが嘘かさ、まあ、まあ、嘘か誠がまあどっちでもいいみたいな。マイナスだったらやっぱ否定してくるんだけど。硬いね。ボランカね、やっぱちょっと、まあ、防御が弱いからだから。そうだね。ここをね、ちゃんと使い分けなきゃいけない。ちょっとプレイヤーに依存しなきゃいけないところだね。お、ナイパスかな、グレイト。いやべ、安定なんだ。キャラ体じゃん。これやってるね。そうだね。おお。勝負だね。ああ。さすがだわ。剣士部で決めてた感じだね。素晴らしい。さすがね。頼れるね。はい。頼れる。教えてるだけだったらやっぱクロティって。まあ負けないっすよね。まあまあまあ。失敗はしないっす。負けない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 。負けてないから。我ら3人揃って負けるわけないっすわ。3人揃って負けないっす。まあ俺負け数一番多いっす。
いや、別に大丈夫なの。そんな別に俺らはほじくり申したわけない。うん、まあね。別にお前強いの知ってるし。空気悪くなるから、うん、空気悪くなるから。俺らは知ってるよ。孫強いの知ってる。お前が強いの知ってる。うんうん、マジうぜえな、本当に。孫すごい強い。うん、ちゃんと自分の言葉で喋るよ。早くクリエイトして、クリエイト。目の正体が。ごめんね。うん、リュウ結構使ってるね。リュウはもう長いですからこのキャラ、うん、ストフォーから組めたらね軽く5000をやってるねこのキャラ。そうだね、ストフォーからずっとサボテンですよね。そうなんですよ。あれボンちゃん最初リュウやってました。そうです、リュウとサガットを同時進行してたんですけど、勝率がもう如実に差が出ちゃってる。それでサガット1分になりました、うん、まあリュウ使ってる人多いと思うんですよ。ねえ、リュウ使っててユウに苦しめられてる人多いと思うんですよ。勝ち方見せたってやばいよ。見せちゃうよ。見せたって お手本プレイ大好きだからね。お手本プレイ、お手本プレイ、リュウ使いのお手本になるの大好きだよ俺。Are you ready?これやばいな、これほら、怪しい可能性あるな。あ、うん、はい、で、サグトビーからの、はい、サグ投げ、はい、大勝利。これ踏み込んで中断。はい、もうアド守ろう。アドも、アド固くいくんだ。もうアドマジレス、アドマジレスの時間。いい、はい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 。まず寒くなったよ、これ。ほら。おー、いいね。ほら。お手本じゃん。こうやって勝つのよ、リュウは。ユンに対してこうやって勝つのよ。いいね、なるほどね。教えるの大好きだから、俺。もう一回やるよ。こうやってウロウロして。危ない。まず絶食立てましょう。危ない。窮地に陥ったら。そんなにね。これ、ハウケで粘る。垂直巻いてるから。踏み込む。あとっとと、そんな感じ、危ないところはバックステップで回避。あーっと、ちょっとぬるかったね。おっと、テツさん打ってく系ですよ。やっちゃってください、あれ。あれやっちゃいます、うん、そっち、まあ、やばい、やってこない系だ。これですね。あ、違う違う、真空波動一応確定。真空波動ですか。真空波動やりましょう。簡単な方がいい。マジですか。はい、ここまで。おっと、あそこで使ってきたかも。まあいい。はい、はい、まあ、ディレイの対応しましたね、これ。あ、ディレイの対応なんだ。ディレイで、多分いい感じに重ねて。結構甘い重ねじゃないですか、ちょっとディレイ対応しなくて。結構ね、でもね、あれやっぱ返すの大変なんだ。まあ大変だね、結構手です。いや、まあこうやってね、やっぱ負けないで。まあまあ負けないですね。まあまあ当然、負けない負けない負けない、全然負けない、負けない負けない。ものすごい壮大な振りになってる。ってことヤン使って負けちゃったの？え？意外。いやだから性格悪い連中に俺は落としめられた。どうしたのどうしたの？いやそれまでにヤンで2敗してますからね。うん、うわ、らしからぬ。どうしたの？引き弱かったな。引き弱い。分かるでしょ、運量の話になってくるから。いや、まあ、確かに運は大事だけどね、うん。それをカバーするのがここですがね。いいこと言うね。ですよ。カバーしちゃうか。我々は ね、これで生きてますからね。そう、それはそうですよ。本当お願いします。ここで頑張りましょう。なんかこんなうざいやつだったら。いやいや、いつも通りですよ、ね。えこれはね、ちなみに、はい、これはどうしようか。どうします。おう、これは一応ね、まあ、俺もしっかりと、はい、まあ、もんちゃんがお手本プレイでマジレスしてくれたんで、うん、俺もちょっとマジレスでいこうかなっていう、はいはい、もうかなりはもう、あ、場を閉鎖しますわ。確かにこれもスト方からね、確かにずっとやってるね。多分組み合わせ強だし、組み合わせが前ちょっと無理な、運がなしになっちゃう、可能性あるな、なっちゃうかもしれないな。いやでもね、まあ大丈夫ですよ、おそらくね。大丈夫、まあ、ここは腕で、ね、ここは腕でカバーするよ。こういうの見せ場ですよ、こういうのが見せ場。そうだ、こうやってバイソン使いに。お前そんなテンション高い系のキャラだったかお前。ああいい色だな、相手いい色だな、相手いい色。あ、届かない。ちょっと、ね、うわ、やべえ、ちょっと頭にそうな、頭にそうな技だったね。これね、もう寒くいかないと勝てないですよ。いや、いいよ、否定しない。全然寒くないから。はい、いいよね。ワン。寒いっすか。めっちゃ暑い。激熱ですけど。激寒ですか、ジュッター。あ
絶望のやつな。絶望三大系。あ、怖いな。あれ強いね。強いですね。内野陣かっこいい。対空くらいでしか見ない技だったの、うん、まさかの地上戦ね。いや、下のプレーですよ。バイソンにはいけない。大丈夫です。まだ体力まだ全然大丈夫。はい、リード。リード、リード。むしろリード。おい、やだ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 。よっしゃ、うまいね。おい、お前ちょっと危ない。耐えてマジキセキセ。おい、よいしょ、削れ削れ。来た来た来た。欲望にまみれてるだけだったね。いや、いいよいいよいいよ。ワン、はいはいはい、はい、大丈夫。これはもうマックペース。もう満足です。勝ってみろって言うんだよ。そうそうそう。なっから負けるはもうないよ。はい、おお、頼むぜ。大丈夫大丈夫大丈夫。はい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 、大丈夫。カメラ映ってねえ。そうなんですよね。じゃあやっちゃう。顔変やっ。いいね。いいいい。まあ多分持続の部分行っちゃったのかな。あ、根元の部分だったら行ったけど、ね、タイム的にはね、うん、ケツっぽかったけど。あ、でも桃さんちょっとお願いしますわ。はい、これまだ出てないキャラとか結構いるの。結構いるね。結構いるんだ。結構いる、はあ、出たら結構いいんじゃないか、ほん、うん、実際、うん、まだ半分ぐらいのキャラは出てないのかな。出てないっていうか、まあ、こっちが使ってない、うんじゃあこれであるわけね。どうしようね。どうしましょう。最近流行るガイってみたらどうですか。あ、そう、ガイちょっと練習してる。あ、最近なぜかね、なぜかブーム来てるらしい。ガイ、謎の、まあ、実際あれだよね、今戦えるようになってきてるから、うん、このキャラ自体が。そうだよね、やりがいはあるかもしれないね。ガイ使いね、みんな喜んでるよ。うん、ガイはやっぱきついキャラ自体は結構いるだろうからね、ガイがきついっていう人は。うん、やっぱ片目が強いからね、画面端まで持ってかれると、うん、どうしても切り返しが弱いキャラとかやられちゃう。うん、そこはね、もうね、仕方がないというか。えいや、開幕それでいく？いや、いきますよ。もう戦い方が一発だもんね。さすが忍者。これきついだろうって。全然耐え忍んでないんですけども。いや、俺は攻めキャラでしょ、ガイは。なるほど。攻めキャラなんだよ。まあでも、さすがにそんなマッチは強くないよね。まあそうなんだよね、うん、対応する技は揃ってないから。ゲージないとな、対空とかも微妙だし。はい、来ましたよ。あれ見えないよな。見えない。あれ見えないよね。あれ見えない。だからその、表痛いから仕方なく裏カードするしかない。いや、表側するしかない、ね、表側として裏を食らって端から出るみたいな。いや、出れないんだよね。あ、まあそのしゃがみくらいだったら出れるのかな。あ、へぇ、はい、おぉ、いいな。遠距離大キック、あれ体育なの。遠距離大キックがなるんだけど、遠距離の位置を早めに出すの。遠距離だ、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、いけんだ。 IKでの体育とか見るとかなりガチ勢ね。ぇ、ガチ勢だね。いやぁ、うまい。あれ、うまい。今何狙ったんだ。うまい。いや、悲しい。苦しい。おい、何、はい、はい、はい、よ。うん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 、いいね。なんか一応スパコンは追撃で使えるのか。宝山島追撃とかで。そうだね、宝山島とか。はいはい、まあ、ここから入れたりとか、はいはいはい、ただ今の補正かかってる状態だから運動しましたね。全然減らないよね、うん、あー、バーバレはかなり間に合う。しかしこれはもう盤石。はい、完璧。いい
な。いいね。たまらんねー、モモさん。やっぱここなんだね。あいつじゃないんだね。お前結構意外と毛深いね。カバーしてく感じ。俺も見習おう。やっぱ腕でカバーするのか。そうだよな。腕がない。この1時間は腕でカバーする時間。腕でカバーする感じでね。素敵だな。確かにな。いいよ。いいよ。ボソッといいよ。これ相性非常に悪いんじゃないですか、誠が。でもこれランダムで大体その人がそのキャラを使ってるかどうかって色で、まあ確かに、なるほど、色選んで、なるほど、確かに、あ、そうだ、初期カラーだったら初めて使うキャラだ、色選んでたら普段使ってる使ってる、ね、普段使ってる色がランダムで出る、トレモでは使ったことあるんじゃない。しかもピンクってちょっとこだわりのありそうなね色だね。キャラ対仕上がってますね。誠はね、持続の長い技を置いとけば、このキャラ困っちゃう。これお手本プレイ。これお手本プレイ。これお手本プレイ。今重ね方でも重ねじゃなかったかな。これ辺ちょっと悩んだけど。おい、今から。動揺しないこと。動揺しないこと。水の心で、水の心でこれを食らう。水の心知ってる。ちょっと痛いな。ちょっと痛い。あと1回で終わっちゃうな。いい。全然無敵で使ったんじゃないからね。炭ですから、炭ですよ。あのゲージ全部使った。ゲージ使ってもラウンドは取りなさいって僕は教えてもらった。さっきゲージを止めて体力を捨てる人がいました。そうなんですよ。だからアンダーはでも絶対に間違いなんですよ。そこじゃないから重要なのは勝ちだからね。こいつあれこのままでいいな。あーでで漏れちゃった、ごめんなさい。うわー、おおおお、ビーター決めてく。はいはいはい、これビーターになったんですよ。はい、あ、レンガになったんです。レンガになってなかった。そうです。ウルトラがちょっと変わった。ちょっと危ない。これやばい。これも水の心で。おおおお、今ちょっと遅かった。ちょっと遅かったね、今ね。気がしたんだよな。いいじゃないですか、ここです、ここですよ。ここね、メンちゃんでも気深くないの、はい。腕アピールです。すいません。まあセーフと、セーフという感じですけど、はいはい、結構やっぱあれだね、ポイントも増えてきたね。そうだね、最初始めた時全然だったんだけど、2000、3000ぐらいからね、やっぱ上がりにくくなってくるんですよ。確かに、はい、そうだね、ね、モサも増えてきますからね。時々負ける人もいるしね。確かに、いや、そうなんだよ、まあ、勝ち続けたら迷惑だよね。そうなんだよね。いいのかね、勝ってる時ってのは本当早いからね。本当に勝ってんのが、はいはいはい、誰かが負けると一気になんかもう、そうなんで、もうぐっちゃぐちゃよ、お前それ。順調に上げていきましょう、はい、心が痛くなってきたな。大丈夫ですよ、あのまだこの時間も負けてないんで。まだ、あ、この時間の俺はもう入らない、ね、勝ち組です。そうそうそう、大丈夫です、大丈夫です。じゃあここでね、俺はね、はい、何します。おお、こいつはマニじゃないですか。地味にまだ出してなかった。あ、いや、そうなんですよ、ね。俺もね、忘れてたんですよ、こいつのこと。忘れないでくださいよ、これ。元メイン候補して言ったらね。いや、見たかったね。何しよっかな。これかな。ちょっと映える色。あ、これ全然まだ、ね、いける組み合わせ、ね。いけそうな。いける組み合わせ。これまさにここでカバー。あ、もう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 。ここどころかもうここもここも。まあ、勝ってから行ってもらって、はい、分かりました。危ねえ、ちょっと喋るの早かった。ちょっと喋るの早かった。ペラ回す前にこっちを回すべきだった。これちょっと真剣にやります。ちょっと運ないな。これ抜けんのかな。あ、やばい、抜けてる。どうすんの、どうすんの。ちょっとめくってる。はいはい、いいっすね。辛抱たまらんで来るだろ。来るね、来るね、これは。お、はあ、
リアクションやろ。何してんの、お前価値格だよ今の。すごい知ってなかったです。あー、もう天才もご立腹ですけど、これはご立腹ですね、今の。いやでも、あれですよ、このラウンド勝てば、まあ勝てば、まあ言う、全然もう、あれ、俺が9敗で回される可能性が、俺が9敗で回ってくる可能性が出てたんだ。待て、まだ終わった。まだ、これからすごいじゃん。おい、なんでこうもミスんじゃん。ベストタイミングだったのに。リーチ。これだったのね、天才が怒ってた理由。いやでもね、まだこの時間負けてないから、この時間負けてないし、やっぱりお前なんだな。これで俺ですか、天才。ちょっとここはまずしのぐしかない。杉山チャンス言っときます。いや、俺そろそろじゃないかなって、ちょっと思って。みんな幸せ、杉山チャンスだからね。どうしようか、まあ。とりあえずお声がかからないので、そうですね、やっていくしかないですね。いや、まあちょっとね、俺杉山チャンスってか、綾山チャンス欲しいな、また。綾山チャンス、普通にしのいじゃん。しのいだからもう今、ピンチだから今。普通に俺らになんかバトン渡されちゃう。追い詰められてるから。まずいな、これ今日一のプレッシャーだな。いやですね、こっからはちょっと。いいな、もうやっぱすでに負けてる人はね、もう負けに対してのプレッシャーあんま感じないからね。ちょっと俺らはやっぱどうしようなこれ、どうしましょうね。いいよな、お前らは。ある程度まあ、選んでいいと思いますよ。マジっすか。いや、どうぞ。全然ただ、かぶさるという。いや、全然リスクありますから。かぶさるというリスクはリスクありますよ。桃地本田は初めて見るな。さあ、うわー、まあ、かぶさったー。まさかの時、かぶさったー。これはこれ一番きつい。これ一番嫌なパターンだね。まさかこのタイミングで本田と置けば、もうランダムだったら起こりえるかなくらい。でもまだお得意のこれで取り切ってた。まあこれっすよね。あお得意な、ここはまあなんとかこれでなんとかするしかないね。いやこれは深いな。コースも一緒だし。これ深いわ。もうなんか開幕5秒でこれからの試合展開分かったね。とりあえず時間がかかることだけは分かったね。この2人でさあ、ここはハリケーン開幕、お互いが取った行動後ろ入れるだろ。でもね、ここら辺も持ち本だ、うん、悪化の立ち回りでございます。あー、これもう盤石っぽいな。盤石っすよ。だって続きに対して EX 続きで取ってましたもん、ね、あっ、弱続き、いいね。さすが、素晴らしいわ。あと百貨、こんな百貨困るんですかね。あ、うん、確かに困りそう。あ、この攪拌はなさそうですね。うわ、強いわ、もう持ち本だ。お前冷てえわ。冷てえわお前。これ俺に巻くのか。さあ、現代パンタイム。むしろゴンちゃんで負けてもらっても別に俺は。いや、もうキャラ選びたくなってきたよ、もう。超しっかり選びたくなってきた。いや、全然ダメだもん。そういうの許さないから。どうしようかな。さあ、まあ言うてもね、まだわからん。まだわからん。いや、相手もかなり。そうだね。ちょっと、スタイルを変えてきた。大丈夫か。大手を出ないか。これはかなり有利っぽいな。ゲージ状況が。これは攻めたくいい。これは攻めない方がいいよね。そうそうそう。触られなければゲージ立てられないから。なるほど。おー、動いたら当たる感じ。本職っぽい張り手だったね、最後の張り手は。張り手張り手強いね、いるけど。あれヒット確認して当たってたらみたいな。あ、来た。来ました。コンスパも400できますから。マジっすか。400できます。めっちゃ減る。差し合いね。差し合いね。今の何も差し合い。差し合い。差し合い。ただ下段だから刺さったみたいな。しかも全然かくってないからね今。でしょ。
いやでもね、さすがですわ、やっぱキャラ何なんだろうな。じゃあどうしよう、キャラ、ね、そろそろね、かぶっちゃってもしょうがないのかなっていうのはあるんですけど、はい、何いきます。あ、てか言うって使ってなくね。言う使った、いや使った、え使ったの？ダメだよ、使ったやつ。ゼロいるのよ。だからお前は強いキャラを使えるキャラから使ってったから。いやだってもういない、ね、もういないんだよね。いやだってもう使用キャラみたいな。いるんじゃないの？時間があれば。さくらとかね。ここで行ってよ。さくら、ここで行く。じゃあさくら。いや、さくら。腕で行けるでしょ。あるでしょ、全然。これ、さばっくないよ。波動昇竜キャラだよ、お前。さくらで行きます。飛ばせ。おーい。はい、1番。なるほど。ゲンね、こいつは、ね、それはそうでしょ、これだからよ。所属貸し上がりなんですいませんね。はい、ここ見せてくれよ。ここ任せてください、今から見せますから。なんで見せてほしかった、なんか なんで見せてほしかったね。じゃあ次ね、ダンは次いきます。やったことないけど。いやでも言うても分かんないですよ、うん、これ桜で負けたらマジやだな。桜選んでからの桜自分の意思で選んだってことを忘れないでほしいな。まあ、そう、自分の意思で選んだんだよ。これは結構中足がやっぱ強いんだよ。であと飛びが落ちない。あ、まあ落ちます落ちます。いや落ちるんですか。あ、落ちにくいです。落ちにくいよね。落ちにくいです、申し訳ない。あっ、普通かけるのか。カードに変えた。あれ、ガチ勢だ。あ、やばい。あ結構ちょっと結構ガチ勢入ってる。いや、さっきからね、構えキャンセルを結構、構えチェンジしてんだよね。なるほど。しっかり上を。うわ、素直な当て方したか、今。あー、うまい。くっそ、いいね。ヴァンガードからの。おいしい。はい。超安定コンボ。はい。まあいいや、とりあえず勝とう。もう味方になるわ。それはそうなの。いや、これもともと味方だからな、お前。あれ、これはこれない、なんもない。ないっす。確かに。あったなんもなくなっちゃったんですよ。昔はマイナス3くらい。この方あっ、いや、もうないっすね。すいません、やめて。あっ、ちょっと落ちそう。まあ、ダメージ取るだけで。あ、惜しとうまかったな。まあ、遠いな。しっかり信用そう。エンタイプは気合わせることなんだね。知らなかった。商法じゃなくてよかったね。はい、飛んで。もうアッパの準備しかしてないよ俺。地上やってるふりして上しか見てないから俺。はい、見なくても出るけどな。見なくても出るけど、不器用なんでね、見てないとダメなんですよ。はいはい、はい、見てから、見てから。はい、オッケー、オッケー。はい、はい、マサ来ましたよ。これやったほうがいい、これやったほうがいいよ。いい、何回でもいいですよ。自分 3回ぐらいやりますよ、ね、連続で。いやでも俺ももちのプレイ見たいな。罰ゲームで触る人じゃないんだから。胸を張ってプレイしましょう。胸張る、これ胸張りましょう、胸張りましょう。やりますか、うん、自信持ってね。そうですね。そう、普通にやれば勝つんですから。そうですよ、そうですよ。普通のプレイすればいいだけですよ、ね、いつも通りの。何使おうかな。確かに、うん、これはでもキャラちょっと重要だね。キャラ重要ですね。まあ、孫さんね、エンターテイナーですからね。まあ、これは見せてくれます。これは見せてくれます。任せとけ、任せとけ。なんかいるかな。出してないけど。出してない。ダンとかまだ出てないです。いや、俺はね、それボンちゃん用に取ってないから。ちょっと待って、一応。俺
マジここら辺かな。フォルテもまだ出てない。いやお前さお前自分でちょっと使えるっつうよフォルテ。これはでもあ、ジュリーは、いやジュリーはモモちゃん、モモちゃん使ったんだ。あ、ダントリーで、ダントリーなんか使いたいですよね。これ XBOX で使いたいな。それ確かにね、若干あるかもしれない。あ、でもベガベガ、ベガいいですね。ベガいいですか。ベガ使いの方、はい、いっぱいいらっしゃいますよ、はい、結構ね、ベガ詳しいし、あ、組み合わせ的にもね、これは良い、いい組み合わせ。これは運は、運は味方してるよ。任せてください。運はね、あとは腕だな。もうステージもね、選んでいきますんで。そこでした。ここね、2番目に好きなステージ。これはなんかさすがに安定、安心して見れそうな、ようやくなんか俺引きが戻ってきた感じするね。さあ、いいね、もういいよ、ちょっといいよ、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 いいね、マホリュー、マホリューいいね。はい、お、いい、うまい、いいよ、マホ、いい、いい鍋、いい鍋、マホ気になってんな。おっと、はいはい、そこにはね、鳥かばかり、鳥かばかり、出てきた、鳥かばかり、鳥かばかり、出してくんない感じね、絶対だっけ、いいね、いいね、絶対だっけ、はい、いいね、絶対出さねえな。結構微妙っぽい。EX 竜巻が絡むみたいな。いやいや大丈夫だよ、これ無理しなくていいよ。はい、おい、これいけるわ。いや序盤良かったんだけどな、リュウ。嗅覚、逆逆、嗅覚っていう嗅覚すべてで、ね、はい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 、重いよ今、台足ちょい歩きで。確かに、うまい。マジっすか。とため解除からの、はいはい、トリカゴだよ、トリカゴ、トリカゴ、来た、来た、右1、いいよ、えい、うまい、うまい。あ、これも絶望のやつや。激怒、うまい、マジか、中小流、中小流、なかなか見ない。大丈夫、あの2ラウンド目遊ぶって俺よく言われてる。大丈夫、シンクハブのやつ、シンクハブのやつ、あーついてなさそう。あーさすがに、ちょっと落ちた。大丈夫、まだ89秒ある。はいはいはい、 EX にあるよ。いいほど打つね。本当？ OK。 やばい、打っちゃうんだね。はい、トリカゴ来ました、勝利。あぶね、うわー、うまい。いやー、マジでさ、OK、来ました、トリカゴ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 、しかし、これは、まさかの大まで減っちゃった。怖い、トリカゴ、トリカゴ、あー、これはこれはいったね、もうもう大事に、おい、はい、お前それ大、あー、台無しか、いらっしゃい。これはやばい、これは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 ゲージ冷めさせてやるって。ゲージ欲しい、はい、ゲージ欲しいんだったね。はい、はい、危なかったね。赤セビ、赤セビ、しびれました。確かにあれいいね。あれちょっと壊しに来てる連携だね。さて、あれマジっすか。ちょっと待って、見えない、がどっちかは、じゃあ振る目、振れちゃう、振る目で見えない。あ、そっち来ましたよ、来ましたよ、杉山チャンス。杉山チャンス、杉山チャンス、はい。